100個しか投げれない。ああそうなんだ。しかもさ、星ってさ、いろんな色があったじゃんか。なんかオレンジとかさ、紫とかさ。この時間だと手持ちがなくなってしまいました。どうやってさ集めるの？集めるっていうか、どうやったらさあるの？500個もらえるけど1ルーム100個しか投げられない。あ、決まりがあるんじゃん。すごい、なんかショールームなんかちょっと変わったらしいよ。お疲れ、ありがとう。出るままありがとう。ミッションがある。へー、なんかすごいですね。コメントしたりギフトを投げたりするとミッション。何アンケートって？アンケート、アンケートって何？投票？よくわからん私も。虹色の星誰かに投げとけばよかった。虹色の星あるの？虹色の星あるわ。なんかそれはあるんだ。あ、残ってるんだって。なんかありがとう。なんかすごい変わりました。レインボースターあるみたい。新しいショールームの仕組み知りたい。私も知りたい。教えて教えてよ。今日ってメイク待ち？それともマジでマイク待ち？いや、これね、マジで私、5時、メールの5時、今日ありました。今日、メイクっていう文、メイクっていう文字を送ろうとしたら、マイクって変換されてて、自分でも送って、後から、あれ？何これ？と思って。そう。私のね、メールは5時だらけなので。だから変換ミスがなんか多くって、なんか見返してるつもりなんですけど、なんか送って、で自分の元にも届くんですよメールが。見たらあれあれメイク待ちなんだけど。そう、でもさ、結構みんながさ解読してくれるの。歌うんだって思った。え、歌ってない、歌ってません。え、ほんとほんと、読み返してる読み返してる。でも今日は朝もう眠すぎて、もうって感じだった。慌てて打ってる？いや全然。今日は撮影だったので、メイクさんが普段のライブとかは髪の毛はやってもらっても顔のメイクは自分なんですよ。でも撮影の時とかはメイクさんが顔のメイクも全部施してくださるので、そう、今日やってもらいました。ありがとう。歌う出番待ってるのかと。違う違う、歌ってない歌ってない、撮影でした。リスありがとう。もうね、ちょっと MV 撮影っていうコメントが来すぎて、まあ、MV 撮影じゃないんですけど、仮に MV 撮影しておいていても MV 撮影とは言わないですので、皆さん感じ取ってください。お願いします。私がそうですよとは言うことないので、基本何も答えることができないので。かわいいハート、ありがとう。なんかありがとうございます。
メイクさんのメイクすごい。だってマジで崩れない、本当に。だって私これ新幹線で寝て帰ってきた顔ですよ。意外と崩れてなくない？肌が崩れない。保ってるでしょ、崩れないんです。こうしてきのこありがとう。何が違うのか、もうすごい、もう分からん。いろんな工程を組んでこのメイクをしてくださってます。でもね、今日は撮影してたんですけど、なんか外で撮影もあったりして、でマジで暑くないし寒くないし、こんな天候に左右されない撮影は全なんか珍しくて、うん、秋だった。ありがとう。ニョキ。めっちゃ快適よ。みんなわかるよ、何が撮影ってこと、え、どういうこと。でもさ、だいたいさ、こうやってさ毎日ショールームしててさ、今日こういう髪型でさ、多分何かしらので出た時にさ、この髪型で、あ、あの時撮影だったんだって多分わかるよね。とメールとかでみんな照らし合わせたらわかるよ後々、今は言えないけど。疲れたキノコありがとう、うん、巻いてるパジャマ着てる、見てパジャマ着た、帰って犬のパジャマじゃーん、ワン。ズボンもそう、紐が出てる、じゃーん。ピケプレゼントでしょ、え、プレゼントでたくさんいただきますありがとうございます私基本結構プレゼント配信とかでもいっぱい来てるよ、うん。いや、なんか普通の普段の服とかもたくさん、そう、ありがとうございます、いっぱい来てるよ。あ、できなくありがとう。
背中は背中なんもないかも。なんかねえ、プレゼントをさ、前にめっちゃ前なんだけど来た時に、なんかなんかあんまり着ないでみたいな言われたことがあって、なんか違うんですよ、なんかそれは他の人にそれプレゼントでしょっていうので、なんかまあ着ないでよみたいな感じで言われたことがあったんですけど、毎日配信してるし毎日生きてるからプレゼントを使わせていただいてますよだからそう、せっかくね私のためにいただいて、そうよ、使わせていただいてます。いや着てるよとはあまり自分から言わないですけど、そうありがとうって思いながら、ありがとう。なんかありがとう、あげといていけないで、じゃあ本人とかじゃなくって、そう別のそう方から言われたりしたこともありますけど、来ちゃってます。そうよ、だって配信毎日しとるけんね。ハートとサイリウムありがとう。事務所で、そう。え、お手紙ももらえますよ。ありがとうございます。読んでるよーん。お手紙ボックスがある。家にね。最近受け取ってるよ。もう事務所に行かないと受け取れないので、事務所に行ったらって感じなんですけど。851日、なんかさ1000日行くかないなんか行く自信はないんだけど、あんまりどうだろうね。あと150日、1000日行くかな。150ってことは半年もないぐらい、5ヶ月ぐらいやんね。え、5ヶ月ってことは今何月だ、9月誕生日よりちょっと前、あ誕生日かと思ったわ。いけそう、本当にありがとう。わからんよ、めっちゃさ配信できんかったらさ、途切れるかもしれん。にゃーん。頑張るならついていきます。まあ配信はでも、なんか日刊みたいな感じなんで。そうなんよ。コロナにかかったら危ないよ。そうなんよ。なんか、
コロナなった時に毎日チケットってのがもらえてたんだけど、それがなくなったから、コロナになったらもう休まないといけないけどチケットはもらえないよみたいな感じだからそうなんですよ。そこよ、体調が悪くなった時が一番ね。そう、あるチケットは使えるけど、ありがとう。枚数あと何枚あるか、何枚だと思う3、5、9。20枚は絶対たまらんようになったんよね。なんか上限があってさ、なんか最低10枚ぐらいまでしかたまらんようになった。正解は9枚です。9枚持ってるよん。有給みたいあ、そう、なんか体調悪い時とスケジュール的にショールームできない時に使うよ。あ、そう、なんか10枚超えてる人はなんか、なんだっけな、なんか例外でもらってるんだと思う。そう、基本は10枚。ありがとう。沖縄の時もらいましたよ。沖縄の時に懐かしい。使用期限はありません。毎休って有給休暇あるの？え、ね、有給休暇ってさ、何ですかね。私休みがさ、この日とか決まってないからさ、有給休暇があんまよくわからん。わかりません。有給休暇って何ですか？休んでもお給料がもらえる。なんか生々しいですね。ちょっと生々しいですけど。年20もらってる。え、みんなそれぐらいなの？連休あるか？連休、なんか気づいたら連休だったなって時はあるかもしれないけど、この間愛媛に帰った時が連休だった。結婚してありがとう。個人事業主なので勇気はありませんってそうなんだ。あの、わかんないけど、目わからん。なんかちょっと休みたいとき休め、なんかでも急遽日程が入ることが多いです。で、予定がわかんない、常に。私なんかこれはアイドルあるあるだと思うんですけど、マジ予定わかんないんですよ。本当に明日の予定なんだろうみたいなのを全然ある全然あります。
子ありがとう。前もってこの日休みますってできないよね。いや、言うときは言いますよ。でも歯医者とかはちゃんと言います。でもお仕事入ったらごめんねみたいな感じにはなるかも。だからさ、美容室とか前日に入れちゃうの。前日っていうかマジで前日の夜に分かって休みだと思ったり行けるって思ったら入れたりする。直近で入れる。ありがとう。年末年始とか長期休暇はあるの？でも割と私年始ショールームしてるじゃないですか。だからそうよ、忙しくなりたいですね年末年始は本当は。それがやっぱり夢ですよ。そこは忙しくなりたいですね。出勤さんありがとう。中村ワインです。愛媛県出身です。例えば友達と旅行行きたいなって日程決めたりできる、うん、できんけど、でもそもそもあのアイドルじゃなくてもできん。本当に日程考えれん。そう、あの旅行の予定を立てられん。そもそもそれはなんか職業以前に、あ、そう、計画性がそもそもなくって、なんか旅行とかなんかもうアイドルになって行ってないかも。あ、行ったっけ、行ってないかも。え、行ってないかな。行き当たりばったりなの。そうで失敗するの。だから良くないよね。本当になんかいつもさ、本当に優柔不断だしさ、そう、なんか計画性がなくってさ、中村家で神戸、あ、そう、だからそれは計画してた旅行ってよりかはツアーの次の日がそう、あの空いてたから、じゃあ行こっかみたいな感じで、マジで急遽って感じでしたね。そうなんですよ、私もみたいな。何型なの？計画立てるのが楽しいので。え、私の計画立ててほしい。行き先がさ、何県に行くんですよ、お願いしますみたいな、みんなに計画立ててほしい。あ、なんか日割りみたいな感じで、時間割りみたいな。マジで立ててほしい。無理無理、もう本当に立てれんくて、旅のしおり作ってほしい本当に。でもさ、自分が行く件楽しいよね、その計画するのは。人のさ、計画してもやな。いや、私、割と人についてくよ。だって、私の中村家がそもそもあんま計画性ないんですけど、お姉ちゃんは唯一なんかいろいろと事前に調べたり結構してて、なんか知識みたいな情報みたいなの入れてて、だからお姉ちゃんについてったりはするけど、
まあやばい、お姉ちゃんいなかったら、やばい。なんで姉貴だけできるか、やっぱりみんなできないからしっかり者が一人誕生した、そういうもんでしょすごい、初見さんありがとう。中村舞です。ドラさんってどういうことですか。ドラさん難しいですよね。ドラフト3期生です。ドラフト3期生、愛媛県出身、中村舞です。自己紹介AKB グループのオーディション、ドラフトのオーディションにて3期生として受かりました。STU のオーディションではなく AKB グループ全体のオーディションで受かりました。そう、ドラフト会議です。ありがとう初見さんありがとうございます。中村舞です。今もドラフトある、そうなの。ドラフトで3期生なんか2年ずつぐらいで開催されてたんですけど、4期生がいないんですよ。なんでもうドラフト3期生でドラフト会議はやってないですね、今のところ。うん、ドラさん、あ、そう、受かったというか、そう、指名していただき STA に加入しました。1期生の次に入ったので 1.5 期生みたいな感じですね。2期生なんかドラさん3期生ってついてるから2期生ドラフト3期生って思われがちなんですけど、実は 1.5 期生みたいな感じです。2期生の方が後輩なのかと思った時ありました。あ、2期生の方が後輩。ん合ってる合ってる。ややこしいよね。え、そうだよね。ややこしいよね。だからさ、STU にはさ、1期生 1.5 期生、2期生 2.5 期生、3期生がいるみたいな感じ。すごい。なんか。1.5、2、2.5、3。点5が 0.5 で刻んでるわけじゃないんだけどね、たまたまねそうなったんだよね。うん、でも別に 1.5 期生とは言われてません。ドラフト3期生って言われてます。ドラさん、略してドラさん。2.5 期生は、最近でも 2.5 になったんですよ。2.5 期生は、ニューウェーブプロジェクトっていう、なんかプロジェクトがあって、その中でオーディションがあって、なんか合宿とかがあって、で、選ばれた子たちで、で、なんか、開催が3期生オーディションとかっていう感じで開催されてなくて、そのニューウェーブプロジェクトって開催されたので、そうなんですよね。なんで、まあ最近 2.5 期生っていう、まあ、呼び名に変わったんですけどね。2.5 期研究生に変わりました。ね、STU をさ、最近知ったって方は分かんないよね。どういうことってなりますよね。立ち位置は 0.25 刻みですか？え、違います。 0.1 刻みです。0.1 単位である。
細かい。実はでもなんか立ち位置とかが結構一列とかでなんか 0.6 刻みとかが多いんですよ。 0.6 から 0.8 刻みが多くて、だから真ん中から 0.3、0.9、1.2 みたいな感じでこう刻んで立っていくっていう能力が身についた。ややこしいよね。会場のその幅によって変わるんですけど、ちょっと 0.1 ずれてるよ。それはならないかも、あんまり。感覚です。おへそがその番号って覚えてる。真ん中。なんで 0.6 になる？ 0.3 だ。 0.3、0.9。 あ、そう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 。立ち位置を覚え、もうね、立ち位置ね、寝たら覚えれるようになりました。なんか基本一時記憶はあの何ですか、その場で覚えるのもまあいけるんですけど、寝たら完全に覚える。睡眠は大事ですね。ありがとう。でも私ダンスを覚えるのは未だにちょっとあんま得意じゃないですよ。立ち位置の方がまだ得意かも。新幹線で覚えてるって。ダンス好きだって、やったキラリーン。でもなんか得意と得意じゃないに分かれるかも。私の得意じゃないのはもうバチバチにネモハモルーマみたいなやつ。あれは本当にもう体がついていきません。ありがとう、初見さん。中村舞です。愛媛県出身です。息をする心しびれたよ。私息をする心のダンスめっちゃ好きな系統。なんですよ。
ありがとう。ありがとう。新曲どうなるでしょうね。どうなるでしょうね。どうなるでしょうね。11月1日発売ってさ、めっちゃすぐだよね。だってめっちゃすぐだよね。どんな感じか、想像つかないよね。卒業シングルって STU で初だから、ありがとう。来月に、そうですよ、そうなんですよ。てかツーショットめっちゃ、そうありがとうございます。たくさん完売してと。あと広島だけだと。リアル。本当ありがとうございます。いい、ありがとう。なんかさ、私この期間結構ね、個人的にすごくドキドキしてるんですよ。なんかさ、さ、マイシングルさ出してさ、なんかそれでもずっとさ、会いに行きたいってさ思ってくれてる人、なんかこうまだ応援してくれてるかなみたいな気持ちになるんだよね。なんかそんな気持ちになるんですよね。だからすごい、あ、嬉しいなって。本当にありがとうございます。うん、思うね。なんかだってさ、多分ずっとって続くのってすごいすごいことなんですよね。だから普通になんか、あ、みんなこれ会いに来てくれるんかなみたいな気持ちにはなりますね。あら、ろうそくありがとう。いきます。嬉しい。会ってみたい。え、会おうぜ。ありがとう、受験さん。中村舞です。愛媛県出身です。ありがとう。そう、もう何着よう。なんかもうみんなで決めててさ、あ、でも初日は全然もう私服のなんか秋っぽいコーデにしようとは思ってるんですけど、10月の21、ん、 4? あれ何だっけ、何日だっけ、21か、 10月の21、全然服が決め、あ、2月25日はドラさんでなんかします。広島リアル。日にちだけちょっと決めてるけど、ありがとう。バレンタイン過ぎてる。確かにバレンタイン過ぎてる。
コスプレなし。いやコスプレもしたいんだけどね。まあ私服もコスプレも。でもさ、もう何したらいいか分かんないんだよね。私昨日だったっけな、コスプレ種類で調べてさ、もうあと何のコスプレがあるんやろって思いながらさ、やってないコスプレあるかなって。キャラ系ダメ、え、わからん。なんかさ、キャラ系ダメってさ、聞いたことがあったんよ。やけどさ、なんかキャラっぽいのしとる人もおるし、え、あれいいんかな、あれ悪い、ダメなんかな、え、どうなんやろとか思いながら、私もなんか、曖昧すぎてわからんのよね。ようわかりません。ええー。なんか可愛いのがいいな。可愛い系がいい。可愛いコスプレがいい。でも NG だったよってね、わかんないんだよね。うん、ありがとう。でもなんか夢の国とかはちょっと難しいかも。夢の国系のコスプレとかは多分難しい。なんかアリスとかそういうのは多分難しいんだと思う。だからなんかどこまでが良くてどこまでがダメなのかも分からん。ありがとう。クリボーもかな。私がクリボーのコスプレしてお話かい？何ですか？ここはどうしたらいいんですか？まあ、ここはこういう傘をかぶるとして、ここは何ですか？ここあのこの椎茸のあのこの軸の部分ですか？この長い長い白いなんかタイツでも履いとけばいいですか？ベージュみたいなの着とけばいいですか？クリボーって椎茸？そうですよ。栗じゃないんですよ。椎茸なんですよ。キノコ王国なんですから。やだ。やだ。え、じゃあ、クリボーダメだよって言われたら、いや、これ椎茸の、椎茸のコスプレなんでって。なんかありがとう。可愛いコスプレしたいな。なんか、ご飯はいいや。野菜とかもいいや。ご飯系。キンさん、ありがとう。マーボー？え、ちょっとさ、マーボーじゃないんだけど今日さ、今日全然違う話していい？今日さ、新幹線で帰るときにさ、もうどうしても我慢してた、もう二郎系のラーメンがどうしても食べたくって、どうしても食べたかったんですよ。でも我慢できなくて買っちゃって。で、もう袋に入れたままこうやって新幹線でこっそり食べようって思ったんですよ。で、ちょっともう袋からなるべく出さないようにして、中でこうやってあげて、袋でこうやって、そしたら途中からいなかったんですよ、隣の人も。でも途中から私 A 席に座ってたんですけど、 C 席に来てなんか人がね、で、なんか私のことをすごい不審そうに見てて、こうやってずっと、で、もう血がゾロゾロゾロって
言ってるからやったな。本当にもうごめんなさいって気持ちで、もう我慢できませんでした、本当にごめんなさいと思いながら、いやちょっとデッキで食べようかなとか思ったけど、いやそれもダメだよなと思って、頑張って匂いを頑張って出さないように袋に閉じ込めながらこうやって。いやそう、ラーメン、新幹線でラーメンに、今までで、そう、2回ですね。やったことある。我慢できなかった、もう。もう我慢できない。買っちゃえと思って。買っちゃった。大変申し訳ございませんでした。あの時、もし匂いがしてたら、それは私です。でもなんか、横の人は私がすごい不審な動きをしてるから、多分、何してるんだ、この人。何やってるんだ。ありがとう。新幹線ってさ、でもさ、どこで換気してるのかな、あのさ、駅に止まってさ、こうドアが開くじゃん、あれで換気してるのかな、 それ以外にもなんかあるのかな、窓開かないじゃないですか絶対に。空調換気されてんのかな？分からんけど。分からない。でも、そうなったらあれよね。だってみんなさ、駅弁とか食べるしさ、もう、こもりまくりになるよね。いや、そう、なんか、すごい、換気されてるのを途中から感じて、ありがとう。天井と座席の下？5分おきに換気してる？めっちゃ換気、あ、そうでもないんかな？わからん。5分おきってめっちゃ換気してるように感じる。味の感想がない。え、美味しかったよ。それは当たり前に美味しかったですよ。美味しかったですよ。美味しかったけど罪悪感にまみれてた。うん。最初で最後って思って、ごめんなさい。味の感想まとめられた。でも後ろにソラハがいて、ソラハにどうってやばいやばいって言いながら確認して、ソラハどうって、
やばい？今やばい？なんて言ってたか、え、美味しそうな匂いがするって言われた。いい言い方してくれたけど、美味しそうな匂いがするよって。ダメですね、反省しました。起きちゃいなかった、起きちゃいなかった。でもそう、今日帰りがみんなバラバラだったから。そうなんだよね。じゃなくて、そう、みんなバラバラに帰って、あ、違う違う違う、私おきちゃんにねすぐ怒られるんで、なんか麻婆豆腐を新幹線で食べたらめっちゃ怒られて、なんか何この匂いみたいな。あの始発でだいたい朝の6時に広島駅出るやつがあって、で始発でなんか朝ごはん食べるじゃないですか。で、あ、コンビニで買おうと思ってコンビニで買って、で、あ、麻婆豆腐買おうと思って麻婆豆腐買って食べてたら、なんか何この匂いみたいなの、怒られるから。麻婆豆腐ダメなのか、麻婆ダメ、麻婆は今日は食べてないよ。いやね、私朝何でも食べれるんだよね。おきちゃん、え、おきちゃんはそう敏感、匂い、何これ。551よりセーフ？え、551ダメなの？ 551 もダメなの？ NG なの？でも551新幹線乗り場に売ってあるじゃん。ダメなの？あれ持ち帰りだけかな？ 551 ダメなんだ。マクド、いやー、マックの匂いは確かにね、私は好きだけどね。あんま、その、新幹線では食べんけど。確かに分かるわ、すぐに。これマックの匂いするわ、みたいな。いいなって気持ちになる。牛丼もダメ？え？牛丼そんな香るかな？でもさ、駅弁も結構さ、物によってはさ、なんか、いろんなさ、こう、香りが混じったらさ、なんか、何ですか、昼食食べてる教室のへ、あ、なんか匂いみたいにならない？いろんな弁当が混ざった匂いみたいな。551はあるらしい、禁止だな。嗅覚悪いか？あ、でもどうも分からん。鼻炎薬品悪いんかな？え、分かるよ。でも自分が食べとったら分からんくなるね。あ、あったかくするからダメなの。
冷たい、あったかいご飯が食べたい。確かに冷たい、あ、ほかほか系は匂う。あったかいの食べたいね。そうだよね、あったかいの食べたくなるよね。あ、これから冷たいラーメンにしたらいいのか。なんかあったかいラーメンが好きなんだけどね。売店で売ってるものは食べて OK。 え、じゃあ駅内にあるコンビニはどうですか。ホームにあるコンビニに売ってるものはいいのかな。コンビニはダメ。厳しい、難しい。ありがとう、受験さん。中村舞です。そこまでして食べたいのおもろい。だって4時間乗っててやっぱお腹空いちゃって。そうなんだよね。なんか寝る、確かに。けど寝る前に食べるかも。食べてこいって感じ。かなり新幹線乗るけどラーメン食べてるの見たことないかも。うそ。反省しました。食べるの絶対なんだ。わかんないけど、今日とかは、あれかな、仕事帰りは、なんか、ご飯とか、あれかな、食べる時があんまりなくって、帰りに食べようみたいになるかな。確かに。なんかさ、車両にレストランできないかな。昔はあった？なくなっちゃったんだ。東京でゆっくりご飯食べてほしい。あんまりないかも。ウーバーイーツ。ホテルでウーバーイーツする。ありがとう。食べに行くのは、もう、なんか、アイドルズの稽古の時はめっちゃ行ってたかも。帰りに食べて帰ろうみたいな。めっちゃかわいい、ありがとう。なんかダメ？分からん。まあ分からんけど、ダメではないと思うんだけどね。
いいハートありがとう。自由時間でも基本なんかあれです、なんかなんですかね、なんかそんなに空き日があったりするわけじゃないんで、ナッピやキラちゃんと食事した。ナッピさんとキラちゃんとはあれ食べましたよ。稽古でお弁当がいつも一日稽古があったからいつもお弁当が出るんですけど、それ一緒に食べてましたよ。4人で4人で食べて、毎回さ、なんかわかんないけど毎回中華弁当が来ててさでさ、私中華大好きだからさ、めっちゃ嬉しかったんだけどさ、なんか毎回別のいろんなとこの中華弁当が毎回中華弁当が来てたの。毎回なんか種類は違うんだけどいろんな中華弁当が来てて、今日も中華弁当だーみたいな。麻婆あったよ、麻婆もあったし、いろんな種類が来て、中華好き。どうもありがとう。懐かしい。もう懐かしいって思ってしまった。ありがとう。千穂ちゃんお弁当の師匠なんで、すごいですから。もうお弁当をすごい伝えてくれるし、どんな弁当なのかも、そう、喜んでる。かわいい。トリキュー食べたい。トリキュー、あの一回しか出てこないんです。お弁当って大事ですよね。お弁当。トリキュー食べたい。食べたい。ほんとに美味しいの。マジで美味しいの。どこに売ってるんだろう。東京のどっかに売ってるよね。53分だよ。ありがとう。オーベルジーヌ食べてみたい。オーベルジーヌはなんか東京感じます。東京に行った時にオーベルジーヌよく出てくる。美味しいよ。カレー
うちの近くにトリキュア、トリキュアいいな。もういいじゃん、毎日行けるじゃん。トリキュー。ケンさん、ありがとう。中村舞です。今夜何食べたの？だからラーメンだよ。今夜食べたものはラーメンです。やばーい。麺になりそう。麺食べすぎて。麺になります。麺球。かわいい。ありがとう。やばい。なんかラーメンに飽きが来る日あるんかなって自分の中で。なんかやっぱ味覚変わるじゃないですか。なんかわー、なんかこの時ハマっとったけど、なんか今はハマってはないなみたいなのあるじゃないですか。ラーメンに飽きが来る日はあるのかなって思いながら食べてます。ない、ないかな。え、わかんないよね。来ない。断言されたんだけど。わかんないじゃん。一生なさそう。そうかな。あー、ラーメンが進化するから。そうだよね。ラーメンの方が私のことを飽きさせないってことか。すごいな。確かにいろんな味あるしね。こってりが好き。こってり毎日ずっと食べてみたら、いや割と食べてるんですけどね。毎日は食べてないか最近。でも今日久々にお母さんから、舞ちゃん体調のことを気遣うって前言ったよね、あれはどうなったのって言われて、確かにその時はそう思っとったわ。しかも私なんか遠征先で塩を買ってしまう癖がなんかあれで、もうあって、すごい塩を買う癖があって、もうこの未開封の味塩が家に増えちゃって、でなんかそのなんか塩をね、なんかわかんないけど買っちゃうんですよね、毎回毎回行くたびに。だからなんか味塩が増えていっぱいあって困ってます。え、なんかね、買っちゃうんだよね。で気づいたら、あーみたいな、味しようだみたいな、やばい買っちゃった。ね、でも今回の遠征でも買っちゃったんですよ。だからこれは前回買った味塩で、今回の味塩はまたバッグの中に入って、だから味塩だらけになってきて、なんかもうなんで買っちゃうのかな、わかんない、なんか癖。癖ですね。
でもね、使わない時ある。ほんと未開封でしょ、これ。使わない時もあるの。だから、なんか、癖で買っちゃって。誰かお母さんに言われた。おやすみって言われたら、ちょっと男女呼ばんとやばい。ちょっと男女呼ぶわ。シーサーさん、ドリンさん、アオさん、クマネパパさん、ナンバのひさとさん、マサさん、フグ太郎さん、N2F さん、オッサンズサムさん、キナペコさん、ゆずきじさん、ミッキーさん、ボンちゃんさん、ありがとうございました。ほんとね。おやすみ。